17とかダメ、どういうこと。17やってたんだけど誰も来ないんだけど、でもなんかスコアは300いってた。 1000のあと200いって300だから、あ、じゃあ500だから1700ぐらいスコア持ってんだけど、でもそれでも1000以内のランキングに入らないんだけど、もうすでに3500とかなってんだけど、なんなのあれ。17行ったら JC、JK おるかなと思ったんだけど全然来ないんだけど。17ライブ、17ライバー、あー、もうバーガー屋どんだけ並んでんだよお前ら。端末内からエミュー、エミューって何、端末内ってどういうこと、え、どういうこと、端末がない、え、これはどうやって見てんの、え、どういうこと、よくわかんないです。エミュレーターって何、エミュレーターって何、わかんない、もうわかんない、もう PC から17見れないの、見れないの17、もしかしてマジでか、そんなクソなアプリだなあれ、見れないのマジでか、マジか、見れないのか、それは痛いな。というか17ってあれ配信できてるのかどうかすら確認ができないんだけど、めっちゃ待ってるし、もうなんでこのバーガー屋こんなとろんの、こっちの国のバーガー屋とろすぎるんだけど、めちゃめちゃ腹立つんだけど、めっちゃにやけてんだよあの店員、めっちゃにやけてんだよあのお姉ちゃんと喋りながら、めっちゃにやけてんだけど、いい加減食べよ、いや食べたいんだけど、食べたいんだけど座るところもないし並んでるし注文するタイミングが全然ないんだけど、客が引かないんだけど、みんながいなくなったら注文できるけど、早くどっか行けよ、中クソ中国人、どっか行けよ、あと2人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 、あいつらが引いたら注文できる、もう着くから次に来るんだけどこいつら、もしかして注文しに来たお前ら、もうトイレ行けよお前ら、もう注文すんなよ、もういいからお前ら、こんな時間に飯食うからお前らデブになんねえお前、食うのマジでかよ、もう何なんだよおめえらよ、ちょマジで注文、こっちがお腹空いてきたわ、もうそんだけ注文すんだよこいつらバカかよ、じゃあ保安検査の中食うとこ何もないから、保安検査の中、ああ、あった、あるか、保安検査の中な、まあ保安検査の中で食べてもいいけどな、じゃあマクド系みたいなのがもうハングリージャックスみたいなここしかないのよ、中入ったら何があったかな、前食ったやつってあるじゃない、あのフルーツとかあとドリンクとかって中で食ったんじゃない、めっちゃやらしいな、この外人、この外人のムチムチ太ももがめっちゃやらしいんだけど、ああこれはあの並びが終わりそうにないんだけど、どんだけバーガー食うんだよお前、まずいまずいマジかまずいのこれ、ここまずいの、大丈夫大丈夫、映しても向こう気づいてないから、日本人にいそうだろ、なんかちょっと日本人にいそうな感じでしょこれ、日本人にまあまあいそうな感じのね、ああ腹減ったよもう、どんだけ食うんだよお前ら、どんだけ注文するんだよバカかよお前、何人前注文してんだお前ら、なんで注文するだけでそんな時間かかってんだよ、4人分またカップル来ちゃったよマジか、並ぶの嫌なんですよ、僕並ぶの大嫌いな人間なんで、あ、どこ行ってどこ行って、よしよし食うなよお前ら、食うな注文するなよおめえらよ、あ、1人こっち来た、あと3人あと3人あいつらあと3人が3人がちょっと商品受け取りゃいいのよ、てかお前ら中入って飯食えよな、
どっか行った、どっか行った。この親父まだ空気でおるぞ。この親父まだ注文しやがるぞ、隣の店で。お前どんだけ食うんだよ。こんな時間にそんなに飯食うからお前太んだよ、バーカ。セブン、この空港セブンないんだけど、この空港の中にセブンないんだけど。相変わらず遠いわ、このバーガー屋。なんでこのバーガー屋こんな遠いんだろう。恐ろしいぐらいトロいんだけど、このバーガー屋。が増えたかも。やばい、やばい、並びが増えた。やばいよ、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 やばいよ。てかもう10時回ってん、10時半だぞお前ら現地時刻で。まだ何時にこんなもん食ってんだよ。そりゃ太るわ。こんな時間にこんなこってりしたもん食うから太んねんお前らは。バカなのかよ。何時だと思ってんだよ。一人で待ってる兄ちゃんはあれ、どんだけ頼んだらそんなに待たされんだろうな。世界を取り巻く九州はもう行ったでしょ。沖縄も鹿児島ももういいでしょうよ。次はどこ行こうかな。ちょっと香港で仕事終わったらまた考えるわ。実はね、今回の仕事ビジネスはメインは香港なんです。オーストラリアっていうのはあくまでもダミーで、メインは香港なんです。あ、北部なの、福岡とかそっち方面ね。福食べに山口とかよう行ってたか、まあ九州じゃないけどさ、嫁とそっちはちょこちょこ行ってたけどさ、北九州ってあんま行くことないよ。南九州市は行っても、ちょっと観光がてらちょっと、なんでこの注文したやつまだ来ないんだよ。お前らどんだけ注文したんだよ。大量に注文するから来ないんだろ、商品の中に。あ、来た、やっと、やっとあの兄ちゃんどっか行った。やっと一人減った。どんだけ時間かかんだよ。で、あとはこのファミリーの分、このファミリーがどんだけ食うかやな。フェリーで大阪、フェリーで大阪帰るのにさ、一晩かかるじゃないですか。めちゃめちゃ時間かかるんだけど、サンフラワーとか乗ったらもうほぼ1日潰れるんだけど。こいつが、亡くなったら、あ、もう物がなくなったら客いなくなるんだ。やっと客が引くわ。全部楽しい、楽しい、楽しいんだよ。フェリーだと酒は飲めるけど、明け方しんどいよね。なんか酒飲んだ次の日の明け自分で車運転せなあかんから、もうなんかそれが辛いな。新幹線で行こうかな。来ねえのかよ。どんだけ注文したんだよお前ら。お前ら注文しすぎるから、まあ、なかなか出てこねえじゃねえかよ商品。もう20分ぐらい、あと20分ぐらいして中入ろうかな。あと20分ぐらいして中入って中で飯食おうかな。まあ中でビザデビ使ってもいいんだけど。なかってビザデビ使えんの？なかってビザデビ使えんかな？めっちゃ笑ってるし、この姉妹。この姉妹めっちゃ笑う。パパが飯食ってんの見てめっちゃ笑ってるし、この姉妹。めっちゃニヤニヤしてるし。最初から入ろう。
いやいや最初から入ろうって。USB 充電器がないのね、ここ。このコンセント、カバンの中だわ。早く、もうまだできないね。お前らどんだけ、何をどんだけ注文したらそんな待たされんだよ、お前ら。お前ら5人分も飯頼むからそんな待たされんだよ。店員もちょこちょこ渡していけよ。お正月、お前ら、正月早々何してんだろうな。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。お、商品出た。よし、これで誰も。まだおんのかよ。もう早くもらえよ、商品。まだ一部なの？並べない日本人珍しい。マジで僕並ぶの大嫌いなんだけど、だから飛行機乗るときも一番僕最後にしか乗らないんですけど、もうあんなアホみたいに並んでるやつは見て頭おかしいんかな思うんだけど、何でそんな並ぶの飛行機乗るの。飛行機乗るのに並ぶ意味が分かんないんだけど。よーしよーし、これで注文できるぞ。これで注文できるぞ。注文できるぞ。オーダープリーズ、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 オーダープリーズ。来ないんだけど、誰も来てくれないんだけど。閉店かい、閉店かい。なんでこいつはこんなトロいの？11ドル40セントだったろ。これをサイズをでかくすると、多分サイズをでかくするともっと値段が上がるんだけど、注文通っただろうが。やるな俺。タックスが1ドル4セントついてたんだ。へえ、危なかったな。語学力アップ。いやいや、めちゃめちゃ適当に打てるだけやし、指さしてチーズっつっただけやし。あれミールって言ってなかったら単品だったらいくらなんだろうな。分かんないんだね。スモールにしたから11ドル40セントだけど、あれをミディアムにすると75セント上がって、ラージにすると1ドル50セント上がるのよ。やっとここのなんていうの、注文の仕方の意味が分かったわ。そういうシステムやな。 Your order number is 599. これで使い切ったぞ。また今回30セントしか残ってないんだけど。30セントしか残ってないんだけど、すごくない？ほぼ使い切っただろ。5000円分の5ドル買って使い切ったんだけど、パーフェクト、パーフェクト。リスナープレゼント。あ、別にいいよ。もう送る方が、送り賃の方が金かかってしゃあないんだけど、こんな10セントなんて。10セントだからいくら？ 0.1 ドルってことは7円なんだけど、
Thank you. Thank you. Excuse me って言われちゃったよ。Thank you って答えたよ。カウンター座るか。カウンターしか空いてないか。カウンターしかねえか。めっちゃ向こうしか空いてない。めっちゃ向こう行くか。めっちゃ向こう行こうか。めっちゃ向こう行く？空いてっかね。ドリンクって聞かれて、あ、空いてないわ。ドリンクって聞かれて、コーラって言ったら、コークって聞かれたんだよ。コーク、イエスコークって言いそうになったわ。コーク、イエスコーク。安定のフワッチ。フワッチ行く？フワッチ行く方がいい。じゃあちょっとフワッチ行きます。じゃあフワッチ行きます。フワッチ行くよ。さよなら。